こんにちは、ファンキーアコのファンの皆様、ファンキーアコです。ファンキーアコは今日もヤマハのボーカルレッスンの後にとある場所に車を止めてこの動画を撮影しています。今からボーカルレッスンです。頑張ります。今日のねレッスンでは、あらかじめ先生に先日の野外ライブ、それヤマハのイベントだったんですけども、先生ちょっと来れなくて別のところのイベントに参加されてたので先生来れなくて、なのでまあ、動画ね、私のちょっと前の動画でそれアップしてあるんですけど、星ヶ丘テラス初野外ライブみたいな。でその映像と、あとそれからね、数年前に私が YouTube にアップしたシングを歌ってる動画と、それから、まあ、先生のことをちょっと話しているところの動画と、もうちょっと送ったんですよ。で今日感想を聞かせていただいて、で私自身は声がね、いまいちね、しょぼい。でそれはね、練習の時にはうまくいってても、本番になるとね、やっぱり緊張してて、多分息がねちゃんとできてなくて、で声がに深みがない。まあ、野外っていうのは音が抜けていってしまうので、余計に厚みのない音になってしまうらしいんですけども、まあ、それにしても私の、主観でも声が出てないなと、他の人に比べたらなんかしょぼいなとか、本番になるとなんか声が変わってしまうなっていうね、メンタルが声に反映されてしまう。でそういうようなことをどうやって解決したらいいか、また教えてくださいっていうふうに先生に言ったんですよ。で今日先生にお会いして、ですごいね、もう基礎の基礎、まあ、これはね、レッスン始めた当初に、まあ、教えてはいただいてたんですよ。で先生曰く、まあ、映像を見て伸びしろあるなと、また基礎に立ち返って訓練することによってまだまだ伸びるなっていうふうに先生は感じておられたようで、だからやっぱりできてなかったんだなと思ったんですね。で今日は先生にそこのところじっくり習いまして、で次のレッスンが2週間後なので、それまで毎日毎日その基礎練習やりたいと思います。それはもう主に腹式呼吸、あと息の使い方みたいなところなんですけど、深みのある声を出すためには何が必要なのかっていう、すごい大事なことであって、で歌の練習ばっかりしているとどうしてもそういうところがおろそかになってしまうんですよね。で自分ができてないのに気づかないっていうか、でまあ、先生スポーツが好きで、よくスポーツのね話にね例題を出していただいて、例えばこういうスポーツのね誰々さんはこういうこと言ってたんですけどみたいなことでね話が出るんですけど、今日の話はね、錦織圭さん、新しいコーチがついた時に、その時ちょうど飲み悩んでいて、でやったことっていうのはもう基礎練習、まあ、要するに今頭打ちになっていることを打開するにはもう基礎をね底上げするしかないっていうこと で意外にもその基礎練習にも立ち返るっていうことは退屈であるし、本当に効果があるのかなって思うじゃないですか。でもやっぱりそこすごい大事で、で私もね YouTube のねピアニストさんで同じような話を知ってる方がいて、でその方はやっぱり練習してたんだけれども、でピアニストとしてねやってきたんだけど頭打ちになってしまって、でもこれ以上の上達が見込めないともうプロとしてやっていけないと、でその時にもう最終手段としてドイツに留学をしたんだけれども、そこで言われたことが先生に、一切の練習をやめて、その曲の練習やめて、基礎練習だけを半年間、それも一つの基礎練習を、まあ、一つのっていうか基礎練習を全ての音階で聞くということを半年間みっちりやされたらしいんですよ。それ以外もう曲も弾かない。だけど半年経ってから曲を弾いてみたらものすごくレベルアップしてたのを体感したらしいんですね。だから同じだと思って、これ本当あるところまでね来たからこそもう一回立ち返ってみる、そして基礎をもう一回やり直す、そしたら基礎力アップみたいなことにつながるっていうことで、まあ少なくともまず2週間、まあ先生は、うちの先生はヤマハの講師になるときに1年半ぐらいその腹式呼吸のね訓練をみっちりやったらしいんですよ。
で、ある時、発表会で歌った時に、すごく声が出るようになっていて、ものすごい上達を感じたと。練習の成果を感じたと。で、それを聞いて私は、before and after みたいなものが大好きなんですよ。やっぱやったらやっただけ変わるっていうことが、もうとにかく私は面白いんですよね、その成長が。で、今回これ聞いたのでもうワクワクしてて、もう少なくともまず2週間、次のレッスンまでに少なくとも2週間やるだけでも何か自分の中でね、変わるっていうことがあるんじゃないかっていうお話なので、まあ、かつては体幹とかね、今日体幹についても教えていただいたんですけど、体幹の鍛え方。あと呼吸ね。以前もね、教えていただいた時は結構熱心にやってたんですよ。でも、やっぱり発表の場がね、近づくにつれて、アウトプットばっかりになってしまって、基礎練習をおろそかにしていたので、やっぱりそういうところできてなくて、頑張りたいと思います。またそれはね、2週間後ぐらいに報告したいと思います。で、今日はね、また別の話でね、先日ね、面白い YouTube 動画に出会ったんですよ。で、私最近の趣味は、